はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はですね、また、ちょっといつものスポーツカードとは違った、ものを開封していきたいと思います。今回、開封するのがですね、こちら、スターウォーズマスターワーク2019。2019年の、スターウォーズのマスターワークカード。まあ、トップスから出てる、あのメジャーリーグ、この前やったメジャーリーグのね、トレーバーと同じトップスが作っている、スターウォーズのトレーディングカードですね。2オートグラフス、ギャランティーペパーマスターボックス。オートグラフが2種類かな。Also look for sketch card. スケッチカードも入ってる。フィルムセルカード。コメン。あとメダリアンカード、メダリオンのカードとかも入ってるそうです。ワンボックスあたり 4箱入ってて、その中でっていう感じらしいですね。はい。さあ、ということで、また開けていきたいと思います。去年の、いつだったかな？あの、スターウォーズの一番くじを開けたんですが、まあ、その時に、まあ、全然スターウォーズのキャラクターが誰なのかっていうのが、誰がどうでどういう関係なのかっていうのが分かんなかったんですが、つい先日、まあ、つい本当に1週間ぐらい前かな、スターウォーズを初めて見ました。まだあの、一番本当に、スターウォーズの一番最初に、なんだっけ、一番最初、年代で、なんだっけ、シリーズ4。一番過去に、あの、作成されたやつですね。を、初めて、あの、この前、視聴しまして、面白かったんで、またちょっと、まだね、続編、それ以降が見れてないので、ぜひちょっと、見たいなと思っております。さあ、ちょっと開けるのにだいぶ手間を取りましたが、よいしょ。おー、すごいっす。よいしょ。で、この中に、4つ、こうやって箱が入ってて、これちょっと重いですね。4つ入ってて、全部で4つ入ってまして、これが一番重たいので、多分これがメダリオンカードじゃないかなと思います。まあ、まずはこれから開けていきたいと思います。さあ、ということで開けていきましょう。よっ。おー、こんな感じの銀色のパッケージに入っております。開けましょうか。ここに、何が入ってる、オートグラフの種類が入ってくるっていうわけではないみたいです。お、一個分厚いのがありますね。お、後ろは C3PO かな。お、パンソロ。パンソロは、シリーズ4にもね、出演されてましたね。え？ランド、ん？で、メダリオンカード、コングラチュエーション、ジン・エローズ、カイパーペンダント。ペンダント。お。おー。すごい、本当にこう、メダルが埋め込まれてる感じなんですね。うわー、おしゃれ。はい。で、あとは、ボディロック。と C3PO ですね。この2枚、これがノーマルという感じなのかなんで、この C3PO とかが、ああ、そうですね、CR は入ってる。でも、こっちは違うんですね。これは、シリアル。この C3PO はシリアルが入ってる。中でもおしゃれですね。はい。さあ、2箱目開けていきます。さあ、2箱目です。よいしょ。パックは一緒ですね。これは何が入ってるんだろう。まあ、サインとかも、出演者の方のサインも入ってるですよね。いいよ、ちょっと辛い。ちょっとこれ結構ね、開けるの大変。意外に硬い。お、ストームトルーパーじゃないのかな。よいしょ。ルーネ、ハーコ、わからん。
お、チューバッカ。チューバッカもシリーズ最初の時に出てましたね。お、これはサインかな。ちょっと飛ばします。 K2SO で、ストームトルーパー、インペリアルストームトルーパー。このストームトルーパーもなんかあの背景の色がさっきの C3PO でちょっと違いますね。でも別に何かシリアルが入ってたりってことはないと。で、これがオーセンティックサインっぽい。こちらサインだ。誰？やべえ、申し訳ないけど全然わかんないや。ロン・パーマン、ロン・パールマンかなっていう、まあこれはあのこの役を演じてる方のサインですね。ガーナックっていうのかな。ごめんなさい、ちょっとわからない。何せシリーズ4、ん？シリーズ4だっけ？シリーズ4というか、あの、本当に一番最初に、あの、放映されたやつしか見てないので、まだ。全然キャラクターが分かってない。さあ、3パック目いきます。いや、相変わらず、銀色。ちょっと、ハサミを使います。ハサミというちゃんとした文明の歴があるので、文明の歴を使います。よいしょ。これも、あ、なんか、ん？なんか一枚薄いですね。これはサインじゃないかな、スケッチとか。よいしょ、テルミテアターミルブラックかな。お、なんか今までとはちょっと違う。ルートなんとコニックス。コングラチュレーション。あー、フィルムっぽいですね。あとは？フィルムカードをあとにして、マースウィンド。読み方違ったらごめんなさい。で、レジスタンスソルジャー。これはあれか。ルークとか、あのハンソロとか、あのレイヤ姫の、所属しているというか、レイヤ姫のが率いてるっていうのか、レジスタンスなりでいいのかな。で、フィルムカードがこちら。うん、ちょっと待って、わからん。ちょっとなんともわからん。さあ、ということで、わからんしか言ってないか、さっきは。最後のパック行きましょう。で、もう一枚多分、オートグラフカード。まあ、サインカード。出演者の方のサインのカードが出るんじゃないかなというところでございますが。そうね。有名どこが来てくれたりするとすごく嬉しいけど、まあ、そんなに、ね、うまくはいかないだろうから。よいしょ。シュッ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 。中のカードをちょっと傷つけないかすごく不安ですよ。よいしょ。せーの。はい。おー、アナキンの若い時のアナキン。なんかすごい。はい、あ。で、オーセンティックがあって、これ何？おー、ダースボールだよね。あ、すごいなんかかっこいいこのダースモール。なんかすごいこれだけ質感も違うんですよね。なんか、あれなのかな。ダースベイダー。おぉ、なんか、ヴィラン系というか、敵多いですね、今回。デストルーパー。で、あとは、これやね。さあ、S1。
わからん。お、うん。S1D6SA5。これはスーツアクターさんなのかな？このな、あの、これを演じてるスーツアクターさんかな？こっちは多分声優さんか何かだと思うんだけど、声優というか声を当ててる、あの、動いて声を当ててる方だと思うんだけど、ステファン。あれでもこっち光ってんね。こっち光ってないけど、こっちの方がレアなのかな。50分の30だな。シリエットがない。こっちのダンスモールにはシリエットがない。こっちゃ。こっちの方が、こっちのその、ガーだから、ガーの方が、レア度が高いですね。はい。ということで、ロン・パールマンさんと、ステファニー・シルバさん、女性部門のオーセンティックオートグラフサインカード2枚を獲得しましたので、下の子、あとシリアル系で言うと、さっき、あの、ちょっと違う、あれに出たダースモール。光の反射ですごく見づらいですが、ダースモールだったりだとか、こちらのフィルムカードの R2D2。結構個人的には R2D2 ってないですね。でもこれ、シリアル入ってないですね。うん。と、あとはメダリオン。カードメダリオンカードはこれもシリアルは入ってないってね。別に全面にシリアルが入ってるかっていうとそうでもない。なるほど。でまあレアどこというとこの辺かな。シリアルが入ってるのがまあこの辺と、まあサインカードが出たのはいいですね。いやでもなんか一枚一枚がすごく分厚くてですね、なんかこうカードというよりはもうなんかなんて言うんだろう、なんかこうパネルみたいな感じですごくあの豪華ですね。はい。さあということで、まあスターウォーズの、まあスターワークですね、今回初めて開封をしていきましたけれども、まあ前回よりあの多少キャラを知ってるおかげで、あこんなキャラいたなっていうのが分かった気がしますが、まだシリーズ4しか見てないので全然まだ何とも言えないところですが。いやでもやっぱり皆さんすごい人気なだけあってやっぱ人気なだけあってやっぱり面白かったんで、ぜひ今後また、今度5かな ?4,5,6,1,2,3 ハンソロとなんだっけ、あとなんかそれを見て今に進めばいいのかな、そのあたりまたちょっと見て いけたらいいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今回、初めてスターウォーズの、マスターワークを外していきましたが、個人的にすごく面白かったので、まあ、これなんか毎年ね、あるみたいなので、また、ね、過去にずっと遡ってやっても面白いのかなと思ったりはしました。はい。ひとまず、もうちょっとスターウォーズを早く見ようと思います。はい。ということで、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。